はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。はい、今回ですね、新しいイベントが始まったようですね。これが復讐のホワイトデー殺しアムですね。愛のバレンタインチョコバトル続編です。3月15日まで開催ですね。まあ、これの辺は、超高難易度クエスト。これ初めて見たな。これ、左から2番目、シマリンなんですよね。結構びっくり。青って、そうか、アスタロイドの青か。サクラトリック、シズク、アニマエル、花だったっけな。バトルなんですね、これ。シナリオクエスト全12節。ご一段は全4節。シュワシュワシュガー。極クエストを超える超高難易度クエスト。エトアリウムをゲットできる。シュワシュワシュガー、あれに、進化だったっけ、それに変える素材ですね。進化ともう一つあった、もう一つ。で、しずくですね。これが CV、五十嵐ひろみ。桜トリックです。いや、シマリンのこの格好は結構意外だな。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。お、なんかいろいろありますね。今度は私から。学園生活部は互いに立ち、ね、しソーニャちゃんがいない間きちんと修行もしていますよ。本当です。本当かな。トレーニングも2つ終わってますね、2つとも。朝のトレーニングどうですか。気持ちいいわ、ね、私も頑張りましたよ。よくできました。モツはモツやミってやつよ。メリーの仲良し度4にアップ。おっと、ここでメリーのシナリオが解放。そうね、ロスタートもある。かな、花、これは花なんですよね。ここから先は通行止めよ。悲しい。どういうことなの。違うわよ。まあね、どういうことなの。あら、バカ。そうだよね。
違うわよ。だから燃料補給と行きたいわね。どんどんドーナツ、どんと来い、確認。まあ224ですね。準備万端。さて出発するか。行ってきます。期待してていいよ。ありがとうございます。すっごく助かりました。星が40、60、284、これでようやくクエストに入れるわけですね。ホワイトでコロシア。なでしこ、最近ソロキャンしてるけど心配なんだよな。わかる。早く出発しましょう。6話ではノクロ危機を救ったシマリン。さあこれはやばい。一節何がやばいのか言わないけどね。さあモブです。みんなそれなりの能力持ってますからね。出発前にエンジン組むわよ。ソルト行ってみましょう。ねえ、ええ、いや違うだろう。シュガーだ。シュガーじゃないです。ソルトか。あの、ねえ、ええ、
はい。うん。え？はあ？なるほど。はい。あいつ？怒ってる。と思った。うん。これは強いな。ラスボスアルシーブなのか、今回。おっと、ジンジャーもいるぞ。お！うむ。わっはっは！なんか、ふんふんふん。はぁ。嬉しいんだなぁ。ええ。ですが。ふっ。いいえ。そうだね。そうだな。なら、じゃあ、いいな。感謝します。バトルなんだ。謎バトル。こっちをかけておきましょう。フレーフレーいったフレーフレー守りもしっかりしなきゃ。森に帰れ。しぶとく行くぞ。あとは任せて。いっか。よし、覚悟しろ。アホか。なんでだよ。魔法で出せよ。サラダか。全部ミッションですよね。私に何かしたら次のターンでしばくぞ。見過ごせませんね。立ち止まらず諦めないで。いった。みんなと一緒ならできるよ。きっと大丈夫。よし、覚悟しろ。さあ、ユイがどんどんアップしてる。アホか。12000。残り1個。守りもしっかりしなきゃ。ここでチェンジ。相手になるわ。あ、しまった、終わりだ。済んだ。まあでもこれコルク選んでも一緒ですからね。これでお前さんは安泰ね。あ、でもコルク選んだら選んだでスキルが上がるからな。あ、コルクの方が良かったか。最近、ひずめって名前で呼べるようになってきたの。そりゃ、よかった。憧れてますからね、有馬ひずめに。あれ？こんにちは。あ、はい。つまりトレーニング頑張らないと。燃えているキララも。はあ、
もう。ライに思い出そう。あらあら。え？うふふ。同じお客さん？お、あ、青だ。キワリ嬉しいわ。キワリが怖いなら、はい、いいねですが、野菜も食べないと体が悪い。こういうのは素晴らしいです。ケーキか、卵か。よし。うふふ。お。ふふふ。最近、ひづめって名前で呼べるようになってきたの。4節。ご覧の5人。練習中。今の音何？はい。だったら。そんなあるんだ。やったわ。うんうん。ふふふ。おお、すごい。わあ。そうだな。あら？なんだ？ホワイトで減点。もったいない。
今度はなんだ。よし、月の裏なんかドラゴンボールを思い出した。よし、受けて立ってやる。あれ、なんか一旦話しておきます。これが攻略だっけ。今は我慢の時だね。ほら、手貸すから頑張りな。何があるかわからないからな。早いですね、彼女。あれ、これってこんな攻略だっけ。いける。話しかないです。攻撃をする側は抜群なんだよな、多分。あれ、これってこんな攻略だっけ。どうかな、聞いたかな。入れ位置じゃ済まさねえぞ。偵察行くか。なんだ、魂。お集団魔法だったんだ、これ。なかなか強い。3万8000円ですからね、あのレベル1の状態で。これは強い。さあ、ここで交代です。準備はいいだろうか。これ以上の動的は感覚ここでとどめさせますね。きっと大丈夫。攻撃属性が多いよね、攻撃属性。後悔すんのよ。ほらほら、頑張れ。攻撃される側抜群になるんだ。これは気をつけないといけません。結構守りが大事ですからね、このゲームは。はい、危ない危ない。できるよ。これでスキルアップ。今は我慢の時だね。無茶すんな。自分を回復。ご姫を考えるのだな。闇鍋を経験してみるか。倒しみるか。連続攻撃倒しました。成功体験の積み重ねは大事だ。出発前にエンジン組むわよ。さあ、コロシアム開催って開催ということで、五節です。そうね。はい。セサミンを登場。はい。うん。そうです。うん。そ、まあそうだな。爆発した。前の話ですね。バレンタインデーの話だ。うん、ダメだ。ああ。ありがとうございます。よし、
わなきゃ生き残れない。ええ、イエーイ、わーい、ええ、あ、これがもう全滅の、キララファンタジア界全滅の最近布告だとは。ひずめって名前で呼べるようになってきたの。キララファンタジア界、この世界全滅の入り口だとは誰も知らず、知ることはなかったということで6節。これが最後かな、全12節だから。はい、それなら、え？ですが、本当だ。ええ、お、ちょっといい？いいですね。はい。あら、立っていた？まったく。それはあるな。材料は相手を肉だとか言うんじゃないかな、はい、だよ。悲しい。テイバル、嘘、強い。しょぼいドラゴンだな。あらあら、はい、おっと、いいですか。ええ、フレッシュ元気シュファイダー、え、ゴーフォーウィン、ゴーフォーウィン。本当？嬉しそう。ねえ、やるしかない、はい、パクパク村、やる気、元気ということで戦いが始まってしまいますね。俺は戦いがしたいんだよ。最近ひずめって名前で呼べるようになってきたの。ということで7節以降戦いが始まります。仁義なき戦いとなってるんで、もうなんか大変なことになりますね。本当に次のキャンプ場どこに行くか決めておくか。コロシアムで、え、ロボットみたいだけど、キララ全滅あるのかどうか、後編をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。また説明欄と言いますと、これまでのキララファンタジア遊んだ動画、プレイリストに載っております。そちらもぜひ見て、プレイリストも、ブックマークしていただければ嬉しく思います。最後に、この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。キララファンタジアをお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。はい、おまけですね、期間限定2021
ホワイトデーキャラクターピックアップ召喚ということで、まあ、こちらのバレンタイン第2弾もあるんですが、せっかくイベントが始まったのでホワイトデーの方をやりたいと思います。さあ星5来ないかな。開きますよ。星5が出たら単独動画にします。必ず10連だと星音は1個出るようになってますんでね、10連を狙いましょう。さあ星音以上、星音か、裏は名状況2乗。ん、ああダメ、星3だ。全然星さん出ない、ダメですね。ラストかな、まだある。うん、でも星さんだ。次回も残念な結果。またいつでも来てくださいね。さあ2乗、これなんて言うんだろう。どんどん。おはようございます。今日も頑張りましょう。ということで、結果的におまけでした。ホワイトデーイベント今後もお楽しみください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。